本殿名草神社は、兵庫県矢武市にある神社。主催神は、名草彦大臣。洋父市と味方軍の境にある妙見山の中原、妙見杉の巨木林の中に鎮座する。近世以前は、妙見者と称され、守護大名、山名宗運や徳川幕府の庇護を受けて近世まで、山陰における、妙見信仰の拠点として栄えた歴史を持つ。 出雲大社から譲り受けた三重塔並み本殿、拝殿の建造物三棟が国の重要文化財に指定されている。当神社は登録の石原集落にある日光院との関係が深い。近世以前は田島妙剣と呼ばれ、妙剣信仰の霊地として日本三大妙剣の位置に数えられた。名草神社の社号は明治の神仏分離以降のものである。 石原さん日光院の創建は、飛鳥時代と伝える。中世には、病研信仰の地として栄え、守護山梨の飛護を受けていたが、天正五年の豊臣秀吉の中国攻めの陛下で、水亡する。寛永九年、それまで山麓にあった石原さんの本望日光院を奥の院の地に移した。これが、現、名草神社の社地である。明治の神仏分離の際には、 日光院は山独の死因、上樹院の地に移された。そして山上の妙見者を洋服軍の式内者であるが、詳細は不明であった名草神社の社殿としたものである。室町時代の大英七年に出雲国主、天骨根久の願いにより、木月大社の境内にて建立された塔場であったので、木月の塔とも呼ばれる。江戸時代漢文年間に行われた出雲、 大社本殿造営に際して、当社の神木妙剣杉を部材に提供した、御礼として、出雲大社から譲られたという由緒があり、当社へは、漢文五年3月に移転された。ありがとうございます。